土曜日お疲れ様でした。土曜日に京都を行って、京都はもう満員御礼で、で日曜日そのまま、東京行って見たお月様すごかったね。僕もねレインボーブリッジの上にピカッと光ってるのずっと見て、でもねスマホがねダメね。新しいのに変えたのにね3年前のスマホに負けるね写真がね、なんでかね電池も持たないしさ、なんか CPU ばっかり速くなって、まあ、買い替えたいなと思うけど高かったしなと思って、ね、すごく残念だなと思ったりとか、だから目にギューって焼き付けとこうかと思ったけどもうすぐ忘れるね月のことなんかね。まあ今週からまた1週間始まりますけど、あの病巣疾患研究会でいろいろ勉強してきて、まあ、あの例えばあの兵庫の漠先生がね、あのジョイントの治療をすることによって発作性の心房細動とかが消失したケースがあるとか、あるいはあの宮城県の堀田先生のところで治療してと連携している子どもなんとか病院みたいなところの子どもの精神科の病院の先生が発表してくださって、やっぱり起立性調節障害とか不登校とかのお子さんたちの治療をしている、で非常にうまくいっていると、ジョイントのやっぱりその先生もおっしゃってたけど、学校に行きたいのに行けないっていうお子さんはやっぱりすごくジョイントの治療が向いてるだったりとか、あるいはいきなり精神科って言われて戸惑ってる人たちに関してはやはりジョイントの問題があるんじゃないかとはおっしゃってた、まあ、それは非常に僕らも納得いくところで、やっぱりねあのみんなねちびっ子に聞いても学校行きたいって言ったら学校行きたいけど学校に行けないっていう状況があると、いやすごいなと思って、学校に行きたいなんて一回も思ったことないのに学校に行きたいっていう子がいるんだと思って、そういう子が行けないようになるってやっぱかわいそうだなと思うしね。で本人行きたいと思ってるのにストレスだとかなんとかって言われると、本人はそれではそれでまた結構なストレスを受けると思うんだよね。自分が行きたいと思ってるのにストレスだなんて言われると、そこにあの病巣疾患の、上咽頭炎が治療が聞くと思うので、今はこうコロナ後遺症にどうしてもこう特化しちゃうようになっちゃうけれども、まあ、そういうところも含めて治療していかないといけないかなというふうに改めて思いました。まあ、ただちびっ子たちにどうやってこの痛い治療をさせるのかとなると、まずはやっぱ鼻うがいかなと思うので小さいお子さんでも鼻うがいを徹底するようにしていきたいなと、まあ、ミサトールとかねもあるけれども、まあ、そういうふうなあのネーザルケアをもっともっと推進して、なるべくね病院にかからなくていいとか、あるいは楽な治療ができるようにということを追求していきたいなというふうに改めて思いました。で今週は、勉強会お疲れ様でした。来週勉強会お願いします。なかなか勉強会があるからみんなのこうグループでの加圧ができなくて申し訳ないけれども、木曜日に15時に面会が1件あって15時15分から取材が1つで、金曜日が面会が1件お昼、まあ、それ以外は特にないです。来週も春分の日のお休みがあるから頑張らんといかんですな。ということで以上です。はい。